ミルーイウス橋の戦い、ミルーイウス橋の戦い、ミルーイウス橋の戦い、イタリア語、ベタリア・ディアイ・イポンテ・ミルビオは、312年10月28日に二人のローマ皇帝コンスタンティノス一世とマクセンティウスが、それぞれ立る軍の間で行われた戦いである。戦いに勝利したコンスタンティノスはテトラルケアにより、分裂状態にあったローマ帝国の統一へ、前進することとなった。 戦いが起こった根元要因はディオクレティアヌスによるテトラルキアによるものであった。すなわち、強力なリーダーシップを持つディオクレティアヌスと同僚皇帝のマクシミアヌスが退いた子で同等程度の力を持つ皇帝たちがローマ帝国の支配権をめぐって言い争いを始めたことである。この戦いの一方の当事者となるコンスタンティヌスの父はローマ政法の聖皇帝。 コンスタンティウス・クロルスであり、306年7月25日に、クロルスが死去した後に、コンスタンティノスは、後継皇帝として、エボラクム、ゲン、ヨークで皇帝を宣言した。マクセンティウスは、前日、マクシミアノスの息子であったが、ローマ市内で同じ年の10月28日に、皇帝就任を宣した。コンスタンティヌスとマクセンスは、互いに激しい敵心を持ち、 マクセンティウスの妹、ファウスタがコンスタンティヌスに突入でも変わることはなかった。三百十二年春、コンスタンティヌスは、マクセンティウスとの争いに決着をつけるべく、イタリア北部へと軍を進めて、トリノとベローナでの二つの戦いに勝利を収めて、マクセンティウス派の重心で、プライフェクトスプライトリオ、この絵隊長官のルリキウス・ポンペアヌスを討ち取った。ミルウ,ウス橋の戦いの前に、 コンスタンティヌスに、キリスト教の神より勝利の導きがあったと伝えられる。一説には、ミルウイウス橋に向かう行軍中に、太陽の前に、逆十字と、ギリシア文字 X と P の二文字が見えて、コンスタンティヌスが、ギリシア語で、この印を持って征服するだろうと聞いたと信じれている。三世紀頃のキリスト教徒であるラクタンティウスは、戦いの前の夜、10月27日の晩に、 コンスタンティヌスが夢で、コンスタンティヌス軍の頭上に大きな印が示されると命令されたと述べ、コンスタンティヌスがラバルムを盾に貼り付けたとしている。ただし、エウセビオスがそれ以前にコンスタンティヌスへラバルムの印を付けるように指導していたとも伝えられ、ミルーユウス橋の戦い以前よりその紋章を付けていた可能性もある。フラミニア街道に沿ってコンスタンティヌスは軍を進めて、 10月に、ローマに到着して、ローマ近郊に陣を張った。マクセンティウスは、307年と308年に、同僚皇帝であったフラウィウス・アレリウス・セベルスと、ガレリウスによる攻撃から耐え抜いたようにローマでの、牢場を採用し、すでに多量の食料を確保していた。しかし、突如、マクセンティウスは、牢場策を捨てて、コンスタンティヌス軍との間での野戦により決着を、 つける策に切り替えた。ラクタンティウスやエウセビオスといったキリスト教徒は、神が干渉したことによるとし、ゾシムスは、迷信の結果としている。また、戦いの日がマクセンティウスが皇帝即位を宣言した日と同一であり、最先良いと考えたことによるともされるが、これらいずれの説明も根拠は、不明確である。マクセンティウスは、戦場をローマを流れるティベリス川を横切る。 フラミニア街道に架か,かる巨大な石橋であるミルウィウス橋に決めた。それはマクセンティウスがローマ市内へライバル皇帝を入場させないようにするためにはミルウィウス橋を保持することが重要であったからである。マクセンティウス軍は全体に重心陣を敷き、前線が平野ノオブ、マッはテベリースが赤藩にまで達する排水の陣とも言える陣形を組んだ一方で コンスタンティヌス軍は、コンスタンティヌス自身前線に出て、マクセンティユス軍と相対する陣形を組んだ。10月28日、両軍隊が衝突して、コンスタンティヌス自らも牙に乗って突撃したが、マクセンティユス軍が動きの緩慢な重装機兵や、軽装のヌミディア機兵が主力であったのに対して、コンスタンティヌス軍は、自らの支配地でもあった。 機動力に優れたガリア機兵が主力となり、地形からもコンスタンティヌス軍が優位に立った。不評部隊、コホルス同士の対戦では、マクセンティウスの軍は当初は前線したものの、徐々にティベリス側へと押し込まれた。そのため、マクセンティウスは一度交代して、ローマ市内で陣営を立て直すことを決定した。しかし、ローマへの帰路はミルーイウス橋を渡るしかなく、 コンスタンティヌス軍の追悼もあって、ミルウィウス橋へと殺到した、マクセンティウス軍の多くの将兵が、ティベリス川へ転落するか捕虜となった。また、マクセンティウスのプライトリアには、激しく抵抗したものの、ほとんどが戦死した。マクセンティウス自身は、ミルウィウス橋から落ちて溺死したとも、ティベリス川を泳いで逃げる最中に、甲冑の重さに耐えきれずに溺死したとも伝えられる。 コンスタンティヌス軍が勝利を収め、コンスタンティヌスは10月29日にローマに入場した。ティベリス川から引き揚げられたマクセンティウスの遺体は改めて斬首されて、ローマ市民が見物する中で市内の通りを首をさらして回った。式典の後、マクセンティウスの首はカルタゴへ送られた。マクセンティウスの維持二人は処刑され、マクセンティウスに連なる者はことごとく殺害されたと。 される。ただし、一説にマクセンティウスのことされる、アントニウス・ドナトゥスなる者が逃げ延び、子孫を残したともされる。アントニウス・ドナトゥスの血筋は少なくとも二十世紀の終わりまで存続しているという。ミルウイウス橋の戦いの結果、ローマ帝国の西半分の支配権を、コンスタンティヌスは主中に収めることとなった。戦勝後に、今までの皇帝が行っていたカピトリヌスの丘にある。 神殿での儀式を一切無して、皇宮に向かった。コンスタンティヌスは、元老院が持つ、先祖伝来の主事の特権を認めた一方で、元老院もコンスタンティヌスに、ありと、あらゆる称号を授与した。マクセンティウスに、ダムナティオメモリアへを実施し、マクセンティウスが策定した法令はすべて無効であると、宣言した。ちなみに、マクセンティウスは、ローマ市内で、ロムルスの寺院。 サンチコズマ、イーダミアーノやマクセンティウスのバジリカ等多数の建造物を建築していたがすべてコンスタンティノスが完成させて自らの功績とした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。